か喋り方可愛いんだよ、なんとかですよみたいな感じでさ長州力みたいな感じでさ俺はねやっぱケツオさん30年だったらね向井君はねもっと大跳ねすると思うんだよ、ね、30年後かよ30年後にやっぱ大化けすると思う、やっぱ560になってる、俺もう生きてるか分かんないだから打足さん死んでるでしょ打足さんと京ちゃんはだからもうすぐ死ぬって、俺75だぞその時絶対死んでるよ、タバコも吸ってるし京ちゃんも太ってるし、終わってるよ、うん、60まで2人とも生きないと思ってるから、だから今のうちに思い出いっぱい作ってこい。いやそうだよ、ほんとすげえ。スパイギアとケイチさんも同じ年なんだ。え、スタヌってスパイギアの1個下なんだ。そうです。で、その1個下に京ちゃん、その1個下に釈迦金なんだ、うん、です。で、俺とスタヌが多分同い年で、一応同年。あ、早生まれだからね。そうそうそう、俺とスタヌとモコウが一緒悪魔の世代だろ、それ悪魔すぎるだろ、その世代そうなんだ、面白い。俺、ひろゆきとメイウェザー一緒だよ。やばすごい、ひろゆきとメイウェザーも一緒だろ、クソ強いじゃん。え、しかも、ゼレンスキーって脱走される年下なんでしょ。ウクライナの大統領、脱走の一個下なんだ。まあ、やばいよね。ようやってるよ、脱走さん。本当に、まあまあまあ。すごいよ。ライバルがちょっと頑張ってるから。ひろゆきとメイウェザーとタメって。破壊力すげえな。コスタ、ゼレンスキーだもんな。めちゃくちゃおもろいやん。で、俺たちももうだいぶね、上来たもんね。いや、もうそうだね。柴田、俺、まっちゃん世代、85年生まれは37だもんね、うん、体力の低下やばくない？やばい、うん、俺今、両足捻挫してんのでマジで左足も捻挫しちゃって なんかしたの？両足捻挫した切り抜き見たのそれ。そう、なんか何しちゃったの？いや、嫁と喧嘩してて、うん、なんか奥さんがお父さんと一緒に俺になんか謝りに来るみたいな時にアポがあんまりうまくいかなくて、オニアが一人でいたのね。でなんかそう、オニアと俺の義理の父がちょっと揉めてるみたいな連絡が来たから、走り出した瞬間にグキってなって左足もマジで今捻挫してる。右足は普通に トランポリンで普段から、そっか、鍵開いてるからオニアがもうこうやっていて、ね、誰なんですかあなたはって言ったらしい詳しくはオニア視点はオニアがさ、泥棒が入ってきたみたいな感じ。誰なんですか、お互いに同じこと思ってんだろうな。そう、お前誰だって言われたらしい誰なんですかあなたは。確かに。で、下見たら泣いてる奥さんがいたらなんだこの状況は。地獄。あ、そんで急いで行ったらグキって言っちゃったんだ。と思って走り出したらグキ、ね、年にぐらいで捻挫してるな。うん、癖になってそうだな。同時期に今やってる。あ、歩けないじゃん。歩けない。そう、だからマジシャレにならん